ワイドスクランブルで杉村太蔵が、河野さんは役人を怒鳴るでしょう、自分より立場の弱い人をガンガン攻め立てるでしょうと本人に直接伝え、視聴者からよく言ってくれたと共感が多く話題になったんだけど、これは動画見たけどテレビじゃ言うてもよう直接言えたな。世間ではそれは正しい意見です。責められる本人だけではなく、それを見ている周囲の人にも大きな影響を与える行為だと思いますとか、組織内での怒鳴りからは萎縮しか生まれないというような意見が上がった。でもこういうパワハラ気質のやつは大体大抵自覚ないし、河野太郎は誰のこと言ってるんだろうって思ってるんじゃない？